叫び鳥かは、鳥類カモメのトガである。和名で、叫び鳥、英語の通称で、スクリーマーと呼ばれる。いずれも、鳴き声が非常に大きいことに由来する。新熱帯国にのみ生息する。体長60から90センチメートル。他のカモメの鳥類と比べると頭部が小さく、脚部が大きい。足は頑丈で地上生活に向いており、水かきは痕跡的である。頭骨。 胸骨や、気管の構造などはカモメのほか、キジメ、甲の鳥目に似ている点もある。そのため、以前は甲の鳥目に分類されていたこともある。形態上の特徴として、羽毛が体一面に生えていて、無毛域がないこと、皮膚の下や骨に空気を含んだ層を持つことなどが挙げられる。外見上の大きな特徴は、翼角に二本爪があることである。爪の場所は、 化石鳥類と同じであり、他のほとんどの原生鳥類が指の痕跡を失っている中で、鳥類進化の過程を示す興味深い実例として注目されている。ただし、爪で物を掴んだりすることはできず、外敵から身を守ったり、繁殖期の逃走する際の武器として主に使われている。湿地、水たまりのある草原、森林中の故障の騎士などに生息する。 主に地上で生活するが、泳ぎも巧みである。飛翔力は強く、外敵が近づくと飛び上がり、木の上に避難する。植生は主に植物食だが、角叫び鳥は、昆虫類を相当量食べる。カモモクで最初に分岐したトガであり、単型の叫び鳥アモク、アンヒマエンに分類される。姉妹群は、カモアモクアンセルスである。ただし、古い分子系統では、叫び鳥化と、 カササギ眼科が姉妹群だとする結果もある。二族三種からなる。ありがとうございます。